皆さん、こんにちは。今日もカナダのラブルストックから香織ラマがお話ししていきます。香織ラマっていうのはですね、私の名前とダライラマをつけて香織ラマにしてみました。結構小言が好きなんで、説法みたく カオリラマチャンネルを作りたいなと思っています。今日はですね、結構意外に皆さん気づいていないことがあると、このことってすごくシンプルだけど意外に皆さん気づいてないんじゃないかなと思って話をしようと思っています。とですね、それはですね、自分のことは自分しか幸せにすることができないということに関してお話をしたいと思います。結構私の友達でも億万長者の彼氏を捕まえたい、お金があれば私は幸せになれるって思ってる人もいるんですね。まだ未だにその彼氏に求める条件とかをね、いろいろこういう人じゃないとダメっていうのがあるんですね。その彼っていうのは多分あなたのことを幸せにしてくれる人っていう感じで思っているんだと思います。そうなんですよ。あなたのことを幸せにしてくれる人って思っているんだと思うんですけど、皆さんそれ大間違いですよっていうことをお話ししていきたいです。 で、結構シンプルなんですよね。というのはですね、例えば朝起きた時に、私の彼ジョジョ君はコーヒーを飲むのが好きなんです。私はコーヒー飲まない人なんですけど、ジョジョ君は自分がコーヒーを飲みたいからコーヒーを入れて、で私にも差し出してくれるわけですね。ありがたいことです。で私はそれをありがたくいただくわけです。でそこになんか砂糖とか塩とか、あ違う、塩を入れ 砂糖とかクリームとか入れたりしますよね。それをまあこれ入れないとかってまあ言って、で、その一時はですね、まあ、私もありがたいと思って受け取るわけですね。で、私はなぜコーヒーを飲まない、あんまり飲まないのかというと、コーヒーでお腹を下すことがしょっちゅうあるわけです。で、その日もありがたく頂戴したコーヒーのために、私は山でキノコ狩りをしているときに お腹が痛くなりまして、 ちょっと上空に、ちょっとお腹痛いんですけどみたいな感じで、冷や汗をかいていたということがあります。で、そのありがたく頂戴したコーヒーが原因とは言えないじゃないですか。でも自分の中では分かっているわけですよ。コーヒーにやられたなと思っているわけですね。何が言いたいのかと言いますと、自分のことは自分が一番分かっているということなんですよ。自分が何を一番喜ぶかっていうのも分かってる。で、第三者が自分のことを分かってくれるはずがないわけですよ。まあ、それはいろいろ探り合って、例えばこれが好き、あれが好き、これが好き、それが好きとかっていうのはあると思うんですけど、分かり合えたらそういうのがあると思うんですけど、でも基本やっぱり自分がどう感じるのかっていうのは自分一人のものなので、本当に幸せになりたいのであれば、自分の
なんだろう、幸せにするメソッドを知っておくのが一番近道なのではないかと思います。あ、これちょっと光飛ばしすぎが、私すごいことになっている。宇宙人かと思うよね。宇宙人っぽいね。ということです。皆さん、わかりましたか？他人には自分のことを幸せにできる素質はあると思うんですけど、100%満足しないんですよ。それはだって自分にしかわからないことだから。これをもらって自分が嬉しいか嬉しくないかって思うのはやっぱり自分なんですよ。そう。なので、そこに気づいたときに、あ、そっか、そりゃそうだよねって、自分のことを幸せにできる人は自分しかいないのである。以上、今日の香りラマでした。それでは皆さん、また気が向いた時にアップします。